健康と人生のために心に留めておきたい言葉がある。チェ・ビンジェン、今日の一言。今日は一言、これです。延々開始。人生の中に大勢の人はある程度生命段階入った時にそろそろ終わりかな思う人すごく多いんですよ。今日は書いたと延々開始は意味ではこの世の中に生きるために人間のプラスの考え方、永遠開始の言葉今出た。もし終わり、それで終わり、これ怖い、世の中にとっては弱気になった瞬間に本当に終わってしまう。人間心信念、どんな時代でも生命に対して人生に対して永遠開始、これはすごくいい文化。永遠開始により自分いつでも力を信じてこの生命どんなに苦しい時代でも乗り越えて永遠開始。スタートごとに力ある、終わりごとにイメージ入ると人間寂しくなる。だから永遠開始、この時代にコロナウイルス時代にぜひ皆さん心に覚えてこの時代に曲げないように生命、健康、仕事、人生、出会い、努力、永遠開始の気持ちでいきましょう。今日の一言、学ぶべきはここにあり。